YouTube です。今日もすごく、日が照ってですね、結構外に出したら、焼けてしまったんですね。で、まあその反省もあって、まあ先ほどこの、まあちょっと3ブロックというか、そのサンスクリーンを買ったんですけど、でそれで気づいたんだけど、俺生まれてから初めて日焼け止めを買ったと思います なんか知らないけど、一回もちゃんと日焼け止めをしてた時期を経験してない気がする。役者なのにね。不思議でした。はい。SPF50 っていうのが結構今主流みたいなんですけど、絶対焼かないみたいなのが、自然に焼きたいと思ったので軽めのやつにしました。そんなわけで、またねー。